だ結局夏木森龍一対龍一緑まあ夏木まあこれ通じ構成ですけど、これポイントどうなってきますかねこれ。これのポイントは、はい、両チーム、徳永さんチームは、まあ、森ですね、森をいかに止めるかっていうところですね。はい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 。で、逆に言うと、おようチームは、まあ、徳永さん、龍一をいかに止めていくか。なるほど。はい、さあ、まず徳永チームが2点先制、ですね。まずまた最終的にですね。やっぱ大会になってくると、やっぱこのジャンプボールっていうのがやっぱり安心感を与えますよね、チームに。先制はどうしてもやっぱ有利になるんですね。おっと、クイックショット、スリーポイントシュート、2対3、素晴らしい、なかなかいい度胸してるんだ。サポンさんから徳永さん、そしてこれはアウェーという呼ばれる攻めですね。そうですね、スクリーンを置いて、ミドルマンですね、打たせる。ただ、ディフェンスチームは完全にスリーポイント側についている。うん、さあ2点を冷静に沈めて4対3、これはもうケムタンさんと徳永さんのワンオンワン、どちらが止めてくるかになってきますね、この守り方でいくと、さあパスして、打たない、おここ、クイックシュート、フリー、素晴らしいクイックシュート、いやー、見もねえな、これ、タカさんに、にじひげさん的には、もうどっちが勝つ予想してますか、これは。これちょっと一番難しいですね、予想が。そうですね、もう本当これはもう3チームなんでね。そうですね。そう怖いところ。おっとここでこかして冷静にところがさミドルシュートを打ち6対5。最初に言ったようにやっぱいかに龍一両チーム龍一を止めるかっていうのがポイントになってきます、ね。なるほどなるほど。まあ龍一はもうクイックもできてワンオンワンもできてドリブルもできる。まあオールマイティーなポイントガード。ね、まあそれをいかに止めるか、これが本当にこのポイント試合のポイントになってきます。ちなみに、龍一を私は止めれません。はい。これは頑張ってください。これは頑張って。わかりました。頑張ってほしいです。8対7、これ均衡している。これどちらがスリーポイント決めた方がちょっとでかいですね、これは。おお、ここで。さあ、リバウンド取るのが、取るのがどちら？取ったのが。ターンオーバーした。ニケさん。うん。さあ、ドライブして。徳永さんに渡して沈めてくる、うん、いいね。ここでなんかちょっと2枚目が動き出してきた様子がありますね。そうですね、ちょっとカバーこのままじゃラチが開かないと、これカバーが来てますね。さあ森も陣ができてきたのでスリーポイントも警戒しないといけないですね。そうですね、そこがポイント。さあ森のバーストが決まるか決まらないかでちょっと試合が大きく動いてくると、シュートして強気ですね。いや、ところがうまいですね。やっぱケムタンさんってやっぱその日本一のディフェンス能力、まあ、誇っていることもあるんで、さすがですね。それを上から決めるというかなり高等テクニック。この今 YK さん出ますか？出ません。出てほしいですね。出てほしいですね。出てほしいけど。さあところがその左右、そしてパス1回入れてゴールした。おっと、ケムさん、こけない、これちょっと攻略してきたか、さあ、どうだ、残り5、4、あー、ここでこける、素晴らしい攻め、相当しつこいですね、今の、嫌だな、いやー、龍一、ちょっと今の環境、かなり強い、これを止めるのは至難の業であるが、さあ、14対11、あれが防がれてますね、これ。なるほど。さあ、うわっと14対3、どっちもミスがない、素晴らしい試合。この辺はやっぱさすがですね、このスクリーンも。ただ、徳永さんチームが1点リードか、おっと、ここで陣地沈めて17対13、これ4点差はちょっと残り1分では大きいのではないか。そうですね、日本一はバスマイロ、あれだす。あ、今、出たか。あ、ルーズボールですね。ルーズボール。これ入れるとほぼ確が勝負が決まってしまう可能性がある。さあスリーポイント打たない、やっぱここはツーポイント確実に決めるか。フンフンがあるんで封じている、ギリギリで味方の龍一のスキルで素晴らしいバースト判断、うん、さあドラパしてスリーポイントシュート、これは落ちるか。おお、ナイスリバウンド。あ、そうか、1本目アゴブロンさん入れてましたね。さあこれ2本目、2本も外す。多分ここからは入るぞ。ただツリーボンドブロック、ルーズ取ってクイックシュート、これが外れてリバウンド取ったのがケンタさん、素晴らしい。残り10ブロック、強い、すごい、やるね、やるね。徳永さんからポンチさんでパスして、最後ブロッカー2人いて打てず、19対13で、これ徳永チームの勝ちですかね。徳永チーム今勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、いい勝負でしたね。いや、これで徳永チームの徳永さん、通報ニキさん、ポンチ侍 G さんの2回戦進出ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。さあ、夏木みかげ流暢、お、来た、SF 来ました。ドリブル早い、早いドライブ来ました。早いドライブ、楽しみですね。早いですよ、すごい早いよ、見ものですよこれは。それに対する徳永チームは、緑間隆一か、はい、さあ攻撃が始まったのが、徳永チームですね。さあこれも完全にアウェー構成。徳永さんの、ちなみに補足しとくと、隆一は日本ナンバーワンビッグマンの、ケムタンさんを、圧倒します。先ほどは その攻撃が見られるのか、それとも、カビルンヌさんスーパーエースを、速いぞ速いぞ、ドリブル速いぞ、早い早い早い、フリーフリー。さあ取ったのがおにきさん。さあ攻守入れ替わります。さあスリーを打たず、さあ徳野さんのドリブル、いやー、ここで惜しい、金丸さんカバーブロック惜しい。いやー、難しいよなー。徳永さんやっぱうまいですね、素晴らしい。さあ金丸さん行ってカビルーヌさん、さあこれスリーフリー、これは入るね。ナイス。いや、今のフリーなんですね。そうなんです、結構シビアなんですよね、みかげのシュート、素晴らしい選球眼。さあ徳永さんの行って、お、焦げて徳永さん、ほかすのやたらうまいですね。なんか徳永さんらしい。なるほど。さあ見かけのシュート、速い、スリーポイント2連。かっけ。最近やっぱコアも出たんで、シュートサイクルが若干変わってる。なるほどなるほどなるほど。今迷わずに打ちましたね、スリーポイント。そうですね。これちょっとわからなくなってきた。さあスリーは開けてない。素晴らしいカバー。すごい駆け引き。いや、惜しいな。今のは届かないか。今ダッシュはどっかで切ってたんですかね。今そうですね、ダッシュどっか切ったの見て、多分彼も打った。なるほどなるほど。さあ止めて、さあでカビルさんのダンク決めて、おおブロック、だいぶ遅ブロ、だいぶ遅ブロ、なんじゃ今の。ジャックパウをしたやつをブロックしたようにも見えましたけど。ああ、なるほどなるほど。さあポンチさん行って徳永さん、さあ焦がしたけど止まってしまう。さあ徳永さんのドライブして、緑間、そしてドライブ、うわ惜しい。セクガリさん、まあセクシー池田さんって方なんですけど、相当ディフェンスうまいんで。なるほど、なかなかすごいですね徳永さん。今のはかなり惜しかったところ、かなり惜しかったです。お疲れしてしまう。まあ、でかいですね、ふんふん超えたの。でもこれ、つりきして、セグガリさんの方は、ふんふん。ちょっとふんふんありますね、セグガリさんは。はい。さあ、ふんふんをいつ決めれるのか、ここ、勝負どころ、決めた。さあ、ルーズが、ルーズを解消する。さあ、ここチャンス、逆転チャンス。さあ、ドライブか、あー、止まれた。フェイパして、金丸さんのシュートフェイク。さあ、ここ打って、うわー、ミドルパス、ブロック。スリーポイントきた、決まった、13対10、ナイスブロック。いや、今のラリー素晴らしい、レベル高さ、素晴らしいラリーです。さあここ立て直していきたいところ、ウンケメンチーム。さあドライブシュート決めて、13で、先ほどの多分ポンチさん緑までのブロック素晴らしいですね。あれ素晴らしかった、なかなか。カビルンルンさんも油断したと思うんですよね、緑間だったんで。なるほどなるほど、見逃さなかったですね。さあ決めて15対12ですね。3欲しいところですね。そうですね。でも今確定はなさそうですかね、カビルムさん。そうですね。カビルムさんもそうですね。ちょっと金丸さんがちょっと3を狙って。あ、なるほどですね。はい。行きたいところ。行きたいところ。ファーストが止められて。さあ2ポイントを入れて17対14。パスのうまいですね、徳永さん。なかなか止まらない。さあカビルヌさんのドリブルパス、これフリー。おっと、2ポイント17対16。緑間の人事もあるのでちょっと早めに点数詰めたいところですね。ああ、なるほどですね。さあ徳永さんの決めて、徳永さんやるな。19対10。ここすぐ入れた方が。そうですね。逆に言うとここを決められずに止められた場合、ちょっと負けがほぼほぼ確定しまう。そんなところ。ターニングポイント、スリーポイントシュート。さあリバウンドが取った。取られる。いや、これでバーストが封じられて人事を決めて22対16。これはもう多分決まったかもしれません。22対16、6点差ですね。もうすぐスリー入れたところ。さあ入れて、入らない。いや、これは決まったか。5、3、4、2、1。ゴールでダンク決めて、残り 0.42 秒、4点差。これは厳しい。これは厳しいですね。ここで試合終了。22対18で徳永チームの勝利ですね。おめでとうございます。あ、来た。これが王者の構成、木瀬夏希、緑間慎太郎。これは激アツですね。激アツですね。これは今大会初、まさかの。さあジャンプボール取ったのが、徳永チームですね。さあ圧倒的徳永さんの攻め、これも初戦からほぼ今のところ誰も止められてないと言っても過言ではないでしょうか。今日はいかにこれ止めれるかです。そうですね。おっと、早いよ。さあ左右。いや早い。いやブロック来た。おいきなりブロック。あのナスさんをブロックしたよ。おっと、いや、これはちょっと出花くじかれたぞ。ナイスブロック。これはちょっとエースが止められたってことで、これメンタルきてるんじゃないですか、これ。まだでもこんなもんです。そうですね。さあフェイク入れて2対4。あ、まだ序盤なんでね。はい、まだわからないですね。さあポンチさん止まり、フェイク入れて、もう一回中。さあ徳永さんドライブして外1回膨らむ。でまた中入ってくる。でパスして打たない。でここでクイックって2対6。で一つシュート入れて、徳永学園はさあ、なんか俺読み方間違えとった。あ、徳永帝国でした。ごめんなさい。帝国ですね。徳永学園。嫌ですね。徳永学園嫌だな。そんなわけねえな。失礼しました。いやさし、丸さんから那須さんで外。さあ、おっ、つぼにしました。これをしっかり進めて6対8。今のパスはオナス君にしか出せないですね。なるほど、それぐらい難しい。そうですね、タイミングは完璧だったな。これ強い。しんどいなこれちょっと止めないときついな。ちょっと圧倒的影響力。これはちょっとさあ、それもおお素晴らしい。うまい。神パス、神スリーポイントシュート。今のはめちゃくちゃいい。針の穴を通すようなタイミング。これがやっぱりこのチームの醍醐味なんだ。そうですね、もう殿下の宝刀。これカナピレードの攻め感じ強いですね。すげえ。さあ9対12、ここもう一本入れてときたいところ。そうですね。いやー、これうわー、フェイダー、うわーブロック。いやー、取られる。いや強っ、いやこれ強すぎるなこれ。徳永さん相当練習したなこれ。やばっ、こんな領域なかなか見たことないよね。さあ普通にシュート入れて11対14。ただまだ1分19秒あるんでね、まだまだそうです。やっと折り返しぐらいなんで。さあ白ドラクさんがいかに攻略するか。いやー緊張するなこれ。いやー俺も打つと思ったそれ。いやファーストの出し方うまかったですね。ね、あれをフェイクにして普通にシュートってかなりやばいね。さあ那須さん行って外中、さあパス1回入れてもう1回戻す。さあどうだ。さあダブルクラッチ決めて13対16。これはここ止めたいですね、どっかで。ここね。セリーで徳永さん中でドライパーして外。いやこける、決まる。強すぎる。強いねこれ、マジで強いね。強すぎる。さあドラッパーして那須さんでこれ陣地打って1618。そうですね、多分これで25秒ぐらいで相手の陣地が、ね、うん、パス化できるかどうかですね。スティールスティールや。さあここスティールできたらわからない。いや決めて1620くつ。いやーこれちょっときついかな。いやまだ体勢を整える。さあドライブで崩して速いぞでパス入れるでスリー妨害。さあリバウンドしっかりニークさんが取って、おっとここで陣地か。さあこれで勝利の陣地を収めて1623。わあ7点差きついな。いやでもこれはもう圧倒的ですね。いや徳永さんが思った以上にやりますね。これ仕上がってるね。仕上がってますね。仕上がっとるな。おお日吉出てきましたね。出てきたな。まあただ角刈りが勝ったら僕ら2位ってことでいいですか。そうですね。まあ実情の2位です、ね、賞金はもらえませんけど。そうですね。2位でいいんじゃないですか。キングさん10対1のバスケで勝ちました。めっちゃ見とるやんみんな。ブレイキングダウン。いやー嬉しいわ。嬉しい。なんで嬉しいん。2点決めて、さあニキさんもおるよ。ニキさん2点決めて。さあレイアップで2対2ですね。徳永さんはあれですね、鏡。そうですね。彼の鏡攻めは一番うまいんで、多分ダンクで。なるほど。あ、確かに徳永さんの鏡はかなり有名な攻め方で。そうですね、一番多分うまいけどディフェンスがその方が下手なんで。そこがね、そうなんですか。総合的に見ると、まあまあ。おお、ブロックした。えぐ。ナイスパス。いや、すげえな。さあブロック取ったのが、いやーズメ吉きた。さすがのズメ吉。そうですね、缶詰さんとポンツさんのルージュ対決の見ものですね。さあダンク決めて2対6、これかなり優勢になってきました、2対6。さあこれさっき止めたからな、ニキさん。おおレイアップかなり読んでるよ。すごい反射神経なのか経験なのか。いやかなりいいですね。いやーブロック惜しい。いやーきつそうっすね、やっぱりゴリ一人でも。さあ4対8、はい、さあ冷静に決めて6対8。まあでも全然わかんないですね、まだ。ゴリキャッチがあるんで。はいはい、あ、負けてるときにブロックするとキャッチが出やすい。動きが速いですね。うん、速いな。いやー、強っ。なんか独特な攻め方。強っ。うまい。うまい。8対10ですね。通報にきさんも反応してますね、しっかり。次はディフェンスだ。さあ、徳永選手に渡って。いやー、すげえ。いやー、ツードリ待っちゃったか。いやー、飛べんよね。今のツードリ待っちゃいましたね。なるほど。後ろに下がっちゃったんで。さあ、ズベさんの攻撃。いや、うまい。10対12。いや、ただこれニキさんのブロックがの反応が今回いいんで、そうですね、もう一本止めそうな勢いですね。この辺になるとやっぱ1回のミスがかなりでかいんで、そうですね。10対14。これ3決めれればワンチャン。さあ、冷静に12対14、ちょうど折り返しですね、試合も。なるほど、ああ、1分半ですね、今。おおお、取られない。ワンドリー、もう一回フェイク入れて、クイック、いかない。さあ、ワンドリーの、今当たったんやけど、ちょっと早かったですね。ちょっと早いですか、あれは。ねえ、ちょっと早かったです。ここ、おお、バウパ、中尾のあれ出ましたね。止まったとこからがバウパ、素晴らしい、強い。素晴らしいですね。さあ、14、16、まだどっちに転んでも分からない、残り1分もまだあります。さあ、エオークが来ないか。そうですね、この時間。さあ、バーストが来て、14対18。いや、止めれんよな、ここ。強いですね。さあ、でもただこう、集中力切らしちゃダメですね。なんとか、これつけるとこ。うわー、おっと、ここに捨てる。うめえ。うめえ。さすがポンチさん。さあ、ここで、ターンオーバー、キャー。おっと、さあ、バースト。おっと、入るか入って、16、18。キャッチ出したいですね、サントリーチーム。さあ、ただ全く当たってないわけじゃない、ブロック。いや、惜しい。ここね、ダンクね、迅速の。ちょっとだけ遅かったですね、多分。そうですね。体勢を整える。意表をついたパス。さあ、冷静に決めて、18対20。緑の3点もあるんで、ここ止めればですね。そうですね。止めたら、だいぶ有利かな。さあ、読んでる、引っかからない。さあ、来たよ。うわ、いやー、こけるか。そここけなかったらいけてたかもしれない。そうですね。体勢を整える。さあ、冷静に決めて20対20、まだチャンスはある。まだありますね。ここ止めたら最悪。これ多分ラストチャンスぐらいですかね。そうですね、これもうラストチャンスかな。鋭いパス。時間使ってくるかな。お、いや、バースト冷静に決めて20対24。緩急が。体勢を整える。さあ、こうスリーポイント入れて23対24。さあ、どうですか。まだわからんすよ。いや、ここ止めたら終わっちゃう。いいですね。さあ、なんとか。鋭いパス。いや、これは決まったか。さあ、23対24で、第1ゲームは、徳永帝国の勝利ですね。そうですね。さあ、この何大会で話題の徳永さん、リュウチ来ましたね。お徳利。さあ、それに挑戦するのは今回天翔さんの夏希ですね。いやー、ちょっと彼角刈りなんでね、角刈り日々精進してるんで頑張ってほしいです。いやー、そうですね、やっぱり仲間なんで、同じ仲間で頑張ってるんで。さあまず取ったのが、徳永チームですね。さあドリブルきました。さあおおフリーナイス。おおうまい。さあ決めて0-3。ツーホーニキさんナイスクっすね。さあオフェンスだ。さあ決め、さあドライブして決める。2対3ですね。おはぎさんこんばんは。めけめけさんこんばんは。さあディフェンスだ。さあフリーにはならず、ほなさんのドライブ。さあダッシュ切って、おいや素晴らしい。強いな。ここで清志郎クリック来ました。強いですね清志。こう見るとファイプ、おお惜しい。いや今いったと思ったね。多分あれ早すぎて反応できんよね。そうですねめっちゃシュート打つかと思った。パス出してダッシュ切って、いやー素晴らしい。いや素晴らしい。いやダッシュ使ってしまうよねあれ。さあ爪さんいってフェイパー。おっと、そして、天台さん爪さんのレイアップして6対7。徳永さんのからいってドライブドライブ。ああうまいな。おおブロックさん。さあどうだ。わっ返されました。いやナイスブロックだったな今。いやうまっ。いや惜しかった。あったいやナイスブロックだったな。でもお来たバーストで沈めて8対9。ここ3点欲しいですねサントリーチームですね。1点差なんとか3点か1本ターンオーバーが欲しいところ。鋭いパス通った。さあいいなー。ここで引っかかる。うまいなー。こかすのすげえなー。多いなー。いやーここでこかすか。さあパスしてさずめさんがひるむ。いやおおうまい。さあれどうにかならないですかねあのシュート止めれないですかあれ次はディフェンスだ。下がって誘ってさあ引っかからない。素晴らしい。いい我慢だいい我慢だ。さあここスリー。いや決まってしまうのか。決まった10対14。痛い。いやちょっとこれ痛いですね。おキムキムさんから頑張っていただきました。頑張れスリーが欲しいとこや。ああさあここで初痛い。痛すぎる。いやさあ徳永さんのドリブル。いやこれが止まらない。おひるむ。あ惜しい。さあドライブしてバースト使う。さあスリーポイント外してリバウンドにして戻る。圧倒的だ。10対14。さあバーストが来てこれを沈めて10対17。いやーいや惜しかったな今の。いやーいやねいやーさあこれを決めて12対17。ちょっとこれ回転早くしたいところですね、ここは。そうですね。いや、まだ分からんけど、これ、ね、サントリーもふんふんあるんで、うん、なるほど、なるほど、ここ決めて、スリー決めたいですね。そうですね、スリーあるんで気をつけないと。さバストきた、妨害だ、これは取れるぞ、取れるぞ、取れるぞ、さあきた、ここ、なんとかスリーいきたい。これ、陣地塞がれる、うわ、龍一のウルトで陣地塞がれてる、なるほど。じゃあここで止めてスリー。これが逆転の一筋の光。そうですね。さあなんとかパスカットいけ。止めろ止めろ止めろ。スティール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 頑張れ。さあバーパイワーパー。さあ64323打って、うわ入るのかこれ。入るのか。入った14対20。いやー強いマジで強い。いやー、圧倒的14対20で、徳永帝国の、オータム杯優勝おめでとうございます。すげえよ。圧倒的やったわ。圧倒的だわ。